トマス・コール嵐の後、マサチューセッツ州、ノーザンプトン、ホリオーク山からの眺望、またはジオックスボーハドソン・リバー派とはロマン派の影響を受けたアメリカの風景画家のグループによる19世紀中頃の美術運動である。彼らが描いたのは、ハドソン渓谷とその周辺や、キャッツキル山地、アディロンダック山地、ニューハンプシャー州のホワイトマウンテンの景色であった。 ハドソン・リバー派という言葉を考案した人物、あるいは文献に現れた、最初の例ははっきりとはしていない。ニューヨーク・トリビューンの美術評論家、クラー・アーレンス・クック、または風景画家ホーマー、D ・マーティンによって使われ始めたのではないかと考えられている。バルビゾン派や印象派が流行し出した当時、 この言葉はもともとソーレッテルを貼られた作品が時代遅れであると軽蔑する意図で使われたものだった。ハドソン・リバー派の絵画には19世紀アメリカの発見、探検、移住という3つのテーマが映し出されている。また、そこにはアメリカの風景が人と自然が平和的に共存する、牧歌的な世界として描かれている。ハドソン・リバー派の絵画は、 写実的で細かくしばしば理想化された自然の描写に特徴づけられる。そこには植民地主義政策と荒野も描かれている。ハドソン・リバー派の画家たちは宗教上の信仰の深さはそれぞれであったが、一般的にアメリカの風景という自然の中に神の偉大な現れを見ていた。彼らはクロード・ロラン。 ジョン・コンスタブル、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーなどのヨーロッパの画家たちからインスピレーションを得ていた。また、ヘンリー・デビッド・ソロウやラルフ・オレド・エ・マーソンといった当時のアメリカの作家と同様にアメリカの自然に対する異形の念を抱いていた。絵を構成する個々の要素が非常にリアルに描かれる。一方で、実際に描かれた風景はいくつものシーンや画家のイメージを合成した場合が多かった。 絵の素材を集めるためしばしば彼らは尋常でない極限とも言える環境にも踏み込んでいった。そのような環境では絵を描くことが不可能だったので、画家は無事旅から戻った後で、旅の間のスケッチや記憶をもとに絵を描いた。トマス・コールはハドソン・リバー派の創始者であると一般的に考えられている。コールはエリー・ウンガが開通した1825年は秋にハドソン川を遡る。 蒸気船に乗った最初にウェストポイントに立ち寄った後、キャッツキルの停泊地から西に向かい、その地域最初の風景画を描くために、ニューヨーク州のキャッツキル山地東部まで登っていった。彼の作品が最初に取り上げられたのは1825年11月22日のニューヨークイブニングポストであった。その頃、緑一色の風景で育った。 英国生まれのコールはハドソン川周辺の秋の色の輝きに目を見張った。コールの親友、アッシャー・デュランドもハドソン・リバー派の有名な人物になった。彼は1837年の教皇で紙幣の原版製作の仕事がなくなった時に一創名を挙げた。1848年のコールの創生の後に徐々に頭角を表したハドソン・リバー派の第二世代は、 コールの素晴らしい弟子のフレデリック・エドウィン・チャーチ、ジョン・フレデリック・ケンゼット、サンフォード・ロビンソン・ギフォードだった。この第二世代の画家による作品は、ルミニズムの例、または、アメリカ美術のルミニズム運動として説明される。ケンゼット、ギフォード、チャーチを含む彼らの多くはアーティストであるだけでなく、ニューヨーク市のメトロポリタン美術館の設立者であった。 ハドソン・リバー派の優れた作品の多くが1855年から1875年の間に描かれた。その頃、フレデリック・エドウィン・チャーチやアルバート・ビアスタットのような画家は大変な有名人のように扱われた。チャーチがナイアガラや北部地方の氷河のような作品を公開した時には何千という人が列をなしその一つの作品を見るために50セントを支払ったのだった。 これらの作品の風景の壮大さは、アメリカ人に、彼らの広大で人の手の加わらない荒野の土地を思い起こさせ、西部への移住や、国立公園の保全、公園の整備の動きを後押しした。ありがとうございます。